はい、皆さん、朗報です。育て入れていた、メダカの卵なんですけれど、孵化 しました。はい、今現在ですね、ちょっとこれどうかして、ここの中に、入ってるんですけど、何匹いるかな。ものすごいね、ちっちゃいのが、なんかね、3日ぶりぐらいにちょっと見たんですけど、今までずっとこの水をね、変えてたんですよ。卵は、カルキがあっても、むしろいいらしいんで、カルキをね、毎日、水をこれを交換してたんですよ。でね、卵がね、カビるらしいんですけど、そのカビるのが、予防できるということでね。あ、いるいる。お、いるはいる。いますね。1匹か2匹ぐらいかな。見た感じ。だいたい大きさは、長さ5ミリぐらいでしょうか。うん。5ミリ。で、細さがね、0.5 ミリぐらいですね。1ミリもないな、多分、体の、1ミリぐらいか。体の厚さ1ミリぐらいで、長さが5ミリぐらいかな。3ミリぐらいに。お、いるいる、1匹。いますね。これをですね、どうしようかなということなんですけど、まあ今冬なんで、俺孵化しないと思ってたんですけどね、孵化しましたね。結構かかりました。てか大半がね、カビでね、死んじゃってるんですよ。大半が結局カビで、卵がカビるんですね。で、それを予防するのに、いわゆる水道水のカルキが入ったままの状態を、割と保った方がいいらしいっていう。で、1日でそのカルキがね、抜けるらしいんですよね。だからそれをまた交換してって、毎日交換していくと、生まれたんですけど、ただ毎日交換するとやっぱり水温がね、今、水道水ってかなり冷たいじゃないですか。なので、まあ、ね、ちょっと心配してはいたんですけど、結構ね、やっぱりね、卵ね、下にね、ある卵はね、結構みんなね、白くなってね、なんかカビ生えてますね。これはちょっとやばいですね。なんで、とりあえずこの子を、でかい水槽に、移して、した方がいいかな。うん。うん。まあ、とりあえずね、生まれたということで、ちょっとそれをね、報告したかった。今ね、水面にね、ちっこいのがね、いますね。で、最初生まれたての、3日以内の、生まれて3日間はですね、体にある、栄養素で生きるんですよ。で、それ以降は、餌を食べて生きるんですけど、まあ、稚魚用の餌も買っときましたね。本当にちっちゃいな。うん。せやね。長さが5ミリ。厚さがだいたい1ミリでしょうか。うん。すっげえちっちゃいです。初めて見ました。ほとんど透明ですね。見た感じ透明な感じで。はいはいはい。ね、またこれをね、育てていきたいと思います。
で、とりあえずね、あの、大きめの水槽に移しましょう。よし。この子をね、入ったかな？入った？大きい水槽に移します。入った。このデカめの水槽に、入った。まあ何でもね、あの水槽っていうのはやっぱでかい方がいい、水質の悪化も防げるんででかい方がいいんですけど、あれどこ行った、入れたよね。あ、いた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 。ちょっとね、あのこれ今作りたての水なんで軽気は抜いたんですけど、ちょっと水温が低いので、それでちょっと、あ、いますね、いましたいました。ちょっと水温が低いのであれだったか、いきなり水温低いところに入れちゃったから、あれか。他に1匹だけかな、見た感じ。なんか1匹だけっぽいな。孵化したのは1匹だけかな。わかんないです。てかこの中に入れれんのか、この中に入れるとこ。このね、変な黒い網なんですけど、これはあのどこだったか、須藤かなんかのメーカーのあの産卵のあの網みたいなやつ買ったんですけど、見た感じ、一匹だけっぽいですね。こっちは軽気抜いたんで、水、そっか、逆に軽気がいいのでね、卵には軽気がいいので、逆に軽気を抜いてない水を、気を抜いてない水を、よし、とりあえず見た感じ、外だな、うん、とりあえず1匹ね、生まれたということで報告がてら、動画でした。ありがとうございました。